こんにちは、寺井瑠衣です。ご無沙汰してます。アート&コーヒー、この番組はアートをもっと身近に感じてもらうためにコーヒーを飲みながらいろいろなテーマでゆったりお話しする番組です。本日のゲストは、放送作家でポジティブクリエイターの倉本さんです。はい、あ、どうも倉本です。よろしくお願いします。今日は来てくれてありがとう。あ、いえいえ。でなぜか、ジャルジャルのあの映画めっちゃ面白いです。あ、嬉しいですね。そうなんですよね。なんか僕まあその笑いの、クリエイティブをやって今年40年なんですよ、うん、40周年で、でまあいろいろとまあやってきたんですけども、うーん、今まあまあそれで最先端でいろいろと挑戦しているプレイヤーというか、うん、一緒にやってる相方がジャルジャルな感じですね今は、うん、はい、あのスケッチがねこうずっとつながってるのが面白いですよね、うん、はいはい、うん、今もねあのまさにあの、うん、新しい舞台をやってて、うん、で東京公演終わって大阪公演終わって昨日帰ってきたんですよ大阪から。あ、そうなんだ、はい、で今週末福岡行って、うん、福岡で4公演やって最後7月は岩手かなでやるみたいな感じなんで、うん、なんで見に来なかったの？え、呼ばれてないじゃん。そうか。そんなんね、チェックして勝手に来てよ。まあでもね、本当にありがたいことに、倉本さんのストーカーじゃないから僕。ありがたいことにソールドアウトだったので、あ、でもそっか、そっか、あの招待のね枠ね、招待の枠もどんどんなくなっていってんだけど、うん。次呼んでくださいよ。え？次行きます。ね、うん。来てください、来てください。まああの映画でやってることを舞台でどう見せてるのかみたいな。感じのことを、うん、え、あの学校の先生のやってるんですか？いや違うんですよ、もう毎回新しいことやってて、あ、実はあの先生も今回もちょっと登場させたんですけど、学校の先生のやつがやっぱり一番覚えてる、あれ違う、学校の先生が一番すごいなと思ったのが、うん、ちょっとあの暴力的だけど、うん、もうあの当時その多分撮影された当時の、うん、はい、もう時事ネタ満載じゃないですか、要するにパワハラとか、あ、だから不倫とか、うん、でこうなんかこうなんとかみたいのが全部パッケージになってて、うん、確かにそうかも。それここすごい、これすごいなと思って。あ、そうかもね、うん、あれ撮ったんはねちょっと2年ぐらい前だから、ちょうどそういうなんか流行ってるって、まあ、流行ってるっておかしいけど、てんけどもそこのことをねやっぱりあのテーマにがっつりとやろうとも思ってなくて、うん、面白いことをやるっていう感覚であっこに行ってるから、うん、計らずともそういうことになったのかなっていう感じですね、うん、だからまあ僕のその見た感じだと、うんうん、学校の先生が生徒呼び出して、うん、はい、君のお母さんと結婚したいみたいな話じゃないですか、はい、そうめちゃくちゃなわけじゃないですか。面白いでしょ、面白いでしょ。あれはね本当に素晴らしい、瞬間が撮れたなって思ってるのが、まあ、あの映画ほとんどのシークエンスって、うん、もう一発撮りなんですよ。あ、そうなんですか、うん、あの1回、僕だからあのやつらはすごく優れたあのアーティストなんで、うん、メディアなんで、あのもう自分の中で入っている面白いネタっていうのは、うん、もう その場でインプロビゼーションもありつつの、うん、ガッとやれと、うん、であの、リハーサルなし、うんうん、だいたいここから出ててこれでこうやって終わるのも俺がカットかけるまでやれみたいな、うん、感じでやってるんですよ、うん、で他のシーンもそうなんですけども、あのシーンは特にそれで、うん、本当にもう僕もどこまでどんな感じで喋るのかも知らんのですよ、うんうん、一応ね何回目か置いててんけどもね、うん、これはね、編集マンに一回編集させて見てんけども、うん、いやいやちゃうねんと、これは本当に、ノーカットで一気にあれができたっていうことを示さなあかんから、うん、もうカメラはもうワンカメ押しでほとんどいけと、うん、いうふうにやって、うん、それでもまあ長尺というか、まあ、そこまで長くないけども、うん、一気に見れるじゃないですか、うん、ほとんどカメラワーク使わんと、うん、だからねあれはね奇跡の瞬間というか、まあ、あいつは毎回奇跡を起こしてくるからそれを受け取りすればいいっていう感じですけども、なかなかそれの、うん、トップの感じの、シーンだったから、さすが寺井瑠衣は見とんなと。いや だけどあれも好きですよ、
さっきも話したんですけど、はい、その前なんかあの寿司屋みたいな人があのフレンチってね、はいはい、あれのイントロも好きなんですよ。なんか入ってて急に変わるじゃないですか、うん、そう配達からピッて、はいはい、なんか、うん、あれもノーカットなんですか。いやあれもちろんね一人二役やってるから無理よ。ですよね、うん、それそのまんまだから、うん、でも二役やるから、まあ、ちょっとダミーがまずウーバーイーツのやつが来て、うん、でそれで、自分に自分で渡すじゃないですか、はい、同じ人間がウーバーイーツの人間とフレンチの、 あのシェフと渡すっていうのを合成で作って、うん、で戻っていくこのタイミングで下からエレベーターで上がってくるのはまあそれはもう、うん、あの一発で、うん、いい感じで出てきてふっと行くってそのまんまあのなんか入れ替わり具合が面白いんですよね、いろんなね。そうそうそう、あのなんかミュージシャンの魂売るやつとかもそう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 、なんかこうそうそうそう、だからもうできるだけ自然にやるというか、うん、あれを舞台では一つ一つのシークエンスで、うん、なんか、起こりました、そして一人取り残されました、うん、そいつがなんか不満を抱えながらブツブツ言ってたら、うん、次のやつが出てきてそいつと違う話になるっていうことを、続けていくっていうので2時間ぐらいやってるんですよ、うんうん、だから必ず2人のどっちかは舞台にずっと居続けて、うん、まずしりとりのように、うんうん、次のコントに巻き込まれていって、うん、っていうのがやってて、それがでも全体通してみたら途中で伏線とかが回収されてたりとか、うん、なんか大きなストーリーの中で行われてるっていう感じになってたじゃないですか、あの映画も、うんうんうん、そういう風に舞台でも作ってるんですよ。結構大変じゃないですか舞台それやるの。大変です、大変やけども、それ発明なんですけど、ある意味発明を絶対やりたいと思って一回やってできるってことが分かったからどん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 それやってて、まあ大変やけども、うん、なかなかのクオリティ、まあ、できたらすごい、できたらエンターテイニングですよね。そうなんですよ、うん、かなりのエンターテイメントで、エンターテイメントになってると思うんですね、うん、誰もやっていないようなやつら二人でしか絶対できないし、着替える時間で絶対いるやんか、はいはいはい、ずらかぶったりとか、うん、その時間を待たせてるっていうことを感じさせないように一人で取り残されたその一人芝居がまた面白くて、マイケル・ジャクソンみたいですね。マイケル・ジャクソンみたいな、あ、そうかな。マイケル・ジャクソン並みのクオリティを保ってると思う、多分。見てみたいです、うん、ぜひ見てください、うん、そうそうそう、後で告知する時に言ったらいいねんけども、まだちょっと日にち決まってんのかな、配信で、ね、するんで、うん、今回の舞台映像撮ったんで、うん、それを6月の半ばぐらいにジャルジャル今回の舞台の配信で見れるようにするので、それぜひ。それはネットフリックス、ネットフリックスじゃなくてこれはもう本当に普通の配信で、あの配信チケットで見れるようにするんですよ、うん、そうそう、それもだから告知さっき言ってしまいますけど、ネットフリックスで今加入されてる方はもう簡単に見れるんで、でも探すのがちょっと難しいかもしれないですけども、とりあえずジャルジャル、ありがとう、ね、そしてありがとう、この2つのキーワードで検索してくれたら、100分の、うん、なかなかのアホな、うん、映画、僕らはコントシネマって呼んでるんですけどね、うん、コントシネマが見れるんでぜひ見てほしい。オープニングもいいんですよね。いいでしょ。さすがミュージシャンだなと思って選んでる曲がかっこいいなと思って、ちょっとファンクっぽいじゃないですか、うん、まあミュージシャンに作らせてオリジナルなんですけどね、うんうんうん、注文出して注文出して作ったそこでやって、ちょっと70年代っぽいファンクみたいな、ね、うん、どうぞどうぞ、やっぱりミュージシャンなんだなと思ってまあね、ミュージシャン崩れですよ。ミュージシャンでブレイクしたいなと思ってやってたら他のことでなんか飯食うようになっちゃったというねまだじゃあミュージシャンやりたいんですか。いや、ちょっと今ねちょっと封印してるんですよ、うんうん、まあ、そのうちねまたやるタイミング来るかなと思うんですけど、なんか音楽監督みたいなのもやられてますよね、あれの、あの、うん、やってます、編曲か、あの最後の曲の、はいはいはい、あの曲は、そうそう、うん、あの曲は一応全部クレジットも読んでるんでそうね、そうそう、あの曲はネタの一個やから、福徳が自分で作った歌を僕が聴きながら音楽にしてあげて、サビとかも作ってあげてみたいなことしたっていう、ああ、そうなの、そういう感じなんです。作ったのはじゃあ倉本さんなんです、ある意味その、ね、元のネタっていうか、そのそうそうそう、あの元の鼻歌を音楽にしたのは僕です。へ、はい、じゃあ編曲じゃないじゃないですか、作曲、まあまあまあ、共作みたいな感じですけどね、うんうん、まあ、あの時は何か知らんけどそんなクレジットにしたな、なんか、うん、僕も遠慮がちにそうしたのかなアレンジャーってことですもんね、編曲って、うん、
そうそうそう、いやぜひ見てくださいよ、それは。まあ、あの僕だから、まあ、音楽もやりたい人間だったんですけども、まあそのまあ、音楽とか笑いとかは自分で作っていきたいと思うんですけども、まあ、アートっていうものはやっぱ自分で作るっていうところまでちょっと踏み出せないというか。なんでですか？やっぱあのなんていうかな、大変やなと思ってね、いろいろね、時間かかったりとか道具いっぱい用意したりとか、まあ、そんなこともなくてもできるの分かってますよ。映画だってそうじゃないですか。何でもそうやけど、映画もそうやけど、でもなんかこう関わってきた感じの中で自然にそれができるようになって、でもアート環境の中でなんか一緒にやれる人とはまだ出会えてなかったというか、とにかくはファンなんですよ、どちらかというと。大好き でアートに影響を受けながら自分のクリエイトをしたいっていうような感じで、うん、なんですけども、まあだからその、まあ、アートが好きやからこんなに面白い作品やってんのに気づいていない人が多いなと思うと、うん、結局売れた芸人を応援するようにそういうのもおせっかいに、なんかもっとみんな見ろよとかって、うん、いうようなタイプなんですよ。プロデューサーなんですもん、まあ、そんなところもあるんですかね、うん、多分あの音楽やってるんで、もともとは多分みんなで作り上げることが好きなんだと思うんですよ。そうかもしれない、ね、多分一人はもしかしたら嫌なのかもしれない。そうそうそう、一人でやっぱりあの絵描きとか、うん、絶対時間かけて一人で集中してずっとやるじゃないですか、うん、めちゃめちゃ苦手、うん、みんなでワイワイ言いながら、もうどっちかというとアイデア言ったらそれ誰か形にしといてみたいな方が好き。だけど工房を作ればいいじゃないですか、ジェフ・クーンズみたいな。そうかもしれないね、そうかもしれないね、これこれこれとか言って、そう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 、だから本当にその、うん、そういうのがあのテクニックが得意な人と発想は苦手だけどもみたいな人となんか一緒になんかやられたらいいなと思いつつ来たんですけど、うん、で日本はだけどテクニックは多分世界一ですよ、そうですね、うんうんうん、だからアイディアだけこうちゃんと、うん、なんていうんですかね、うん、プロデュースできたら、はいはい、あの仕上がりは多分世界一の方ができますよ。ですよね、うん、だから村上隆とか絶対ずっとその日本にいるのは多分そうなんじゃないかなと、うん、だってそれだから海外の彼としては楽なんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、住む場所としては、うんうん、そうですよね、うん、工房形式でしょうね、うん、彼ね、そうやってね、クリエイトする面で日本っていうチョイスなんだと思うんですよね、うん、ああ、なるほどなるほど、うん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 、そうなんですよね、うん、だからそうとクリエイトする感じのことを日本人が、できるっていうことを意外と世界では気づかれてない感じないですか、まあ、この頃はなんかまあ日本人もまあ、うんうん、まあまあ、どっちヨーロッパのっていうか、もともとはそのアートってヨーロッパのもので西洋どころかヨーロッパのものなんで、アメリカとかはちょっとアメリカもどっちかっていうとその違うなんていうんですかね、まあ新天地みたいなものじゃないですか、だからまあワインでいうとニューワールドみたいな、もともとは要するに全部ヨーロッパからの発祥のものなんで、それもまあ王族とかそういう限られたはいはい、人間のものが楽しむのものだったから、うんうん、そこからまあこう 枝分かれしてったっていうか、うん、まあ何て言うんですかね、まあ、広まって今の現代アートとか、うん、例えばそれに対立してるとか、だからだけどまあそのもともとも攻防性なんですよね、結構あのそうやね、うん、そうやね、だから、まあ、ある意味戻ってるんだけどやってるそのテーマが違うのか、まあだからシステムは同じなのかもしれないですよね、うん、そうだよね、だからその、うん、それでいくとまあアニメーションとか作るためにはいっぱい人いるじゃないですか、はいはい、いますね、でその監督が、まあ、作りたいものを作るっていうような方でいくと、はい、完全なる攻防で、まあ、アートの、そのルネサンスとかその辺りのやり方に近いことをやってるものが、うん、そうですね、そうです、うん、だからまあ、レオナルド・ダ・ヴィンチとかはちょっと違うのかもしれないけど、うん、まあ、レンブラントとか、はいはいはい、あそこら辺とかもう工房ですからね、だからレンブラントの絵とか言われても果たしてレンブラントが描いてるのかどうかも分からないものがいっぱいあったりとか、そうやね、うん、まあ、イタリアのその、ま、なんていう、はい、ま、巨匠とか言われてる人も結構なんか、まあ、弟子に描かせたりとかしてるんで、はいはいはい、そうそうそう、だから弟子がもうその人っていうか、まあ、そこ境界線ないぐらいの、
人がいっぱいいるんでしょうね。ミケランジェロの師匠はミケランジェロの方が絵がうまかったからアーティスト辞めちゃったんですよね、なんか挫折しちゃったというか、あれみたいな、弟子の方がうまいみたいな、はいはいはい、そういうこともよくあるでしょうきっとね、僕だからそんなんで言うとやっぱ女性が割と虐げられた歴史でもずっとあるやんか、どこのね、どこの社会でも、どこの社会でも、アートに限らずってことですね、アートに限らず、アートに限らずどこの社会でも、やっぱこうその弟子の方がうまいから師匠が辞めてもらうみたいな、逆で弟子のうまいのを自分のところに取り入れて取り込んでやるみたいな、ロダンにおけるカミーユ・プロデルとか、そんなパターンってなんか悲劇っていうか、まあそしたらロダンすごいねんけど、ピカソとかもあるよね。ピカソもね、そうですよね、そうやね、ピカソもジャックリーヌとか、はいはい、ほぼジャックリーヌのコピーみたいな、そうやね、そういう時期があるやんかそうそう、だからその辺の近いなと思うのが、エルンストとドロデア・タニングっていう女の作家の関係性が、俺ドロテア・タニングって一枚の絵で知るのね、すっごいなと思って、最高やなこの絵って見たら、女性の作家で、こんな絵描く作家おんねやと思って掘っていったら、そんなに作品数がなくて途中でエルンストにも飲み込まれて、あんまり世に出てないのね。でその人のことも気になったりとか、どういう人生やったかというと、学生の時にエルンストが その彼女の才能を見て、ある時にその女性の家にコンコンって誰か来て、誰やと開けたらエルンスト先生で、あ、どうしたんですか急に私の家、いや今日から俺引っ越してくるから言うて荷物全部持ってきて、え、学生の家に、そこに住み始めたっていう話があるんだよめちゃくちゃ、そのめちゃくちゃさがやっぱりもうアーティストの、ね、エピソードとしてめっちゃおもろいねんけど、それでそのすごい才能をね、世に出なくなるみたいなこともよくあったんやろなと思って、女性の、僕女性アーティストのことがまあまあちょっと気になったりするですよね、そういうことがあって、今美大とか、ね、女の人がいっぱい行って、女性アーティストがねいっぱい出てきてるけども、やっぱり時代にって大変やったな、女の人がねアートするのって、ですよね、と、ていうか、まあ、メインをこうメインなんだけどメインになれないっていうのにね、何なんですかねやっぱり、そうなのね、まあ本当にまあそれがどんどん緩和されていって、まあ時代的には良くなっていってるとは思いたいんだけどね、そうピカソのピカソの人生もね、ほんまその繰り返しみたいなところはあるもんね、まあ、スタイルは常に、まあ、ピカソはもう本当、なんていうんですかね、もう貪欲っていうか、はいはいはい、それこそ一緒にやってるジョージ・ブラックとかのキューブニズムを全部吸収して、一応自分がメインみたいな、だからまあなんかこう、なんていうんですかね、王様ですよね、ある意味、はい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 、そうね、それで行った人やんね、だからその誰における柄とかとはまた全く違うやんか、違うんですよ、で柄がダリを、まあなんつうか、まあダリは柄のことをミューズと思って、全然いっぱい作品を生み出したらいいんだけども、柄はまあ、それでむさぼってるみたいなところもあったりとかいう話あるじゃないですか、だからまあ、柄はプロデューサーですよね。プロデューサーですよね。だけどピカソの場合はそのなんていうんですかね、その例えばジャクリーンとかの描いた絵を、自分でコピーして描いて俺のもんだみたいにしちゃうから。そこまでやった。いやほぼ近いような。近いじゃないですか。なんかジャクリーンの描いた絵とピカソの描いた絵ってほぼ一緒だから、なんか見ると。ね、だからまあだけど。もしジャックリーン、多分ジャックリーンは何ていうんですかね、その、ピカソが真似 してても、ピカソのがなんていうかメインストリームに走っちゃってるから、ピカソのものだってなっちゃうんでしょうね。なるでしょうね。そうそうそう。まあ、ガラは実際アーティストでもアーティストじゃないですからね。
ルブスだ、ピカソ、いやいや、ガラ、ガラね、ガラはね、ガラはそうですよね、だからじゃないから、そう、あこの関係性も面白いし、うん、なんかやっぱそのそう考えるとね、ジョンとヨーコってなんかやっぱ一番理想的だかなとやっぱ思ったりするんですよ。あのやっぱヨーコの賢いなと思うのが、うん、例えば今はクレジット、あの2人の名前にされてるものも当時はしてなかったりとか、そう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 、例えばイマジンとかも実は2人で書いたとか、うん、まあほ、まあ、ねっ、そうそうそう、それ主張せずにね、うん、だけど それも、うん、でもその時はジョン・レノンにしてるとか、うん、まあ、なんかそのなんていうか歴史をよく知ってるっていうか、あ、いや、なるほど、そのカミール・クローデルじゃないけど、うん、まあ、そうしとこうみたいな、ジョンにしとこうっていう、まあだから、うん、まあ、まあそれでこうなジョン・レノンをこう、まあ、プロデュースしてるというか、ジョン・レノンはすごい人だよっていう、うん、ね、こう、まあ、2人で書いてるよりジョン・レノンだけにしておいた方がやっぱりこう圧倒的にそのジョン・レノンの方が名声はあるわけじゃないですか、うん、だから、まあ、そういうなんていうプロデュース能力、はいはい、まあ、あのアーティストとアーティストの関係性でやっぱりその懐の深さはヨーコの方があったっていう感じがちょうどよかったんだろうなというな、うん、懐の管理もめっちゃうまいみたいですよ、うん、なんか財産なんか3倍にしたとか、はいはいはい、違いがあるからな3倍にしたらすごいことになったな、またそういうのが得意みたいな、ね、だからやっぱりヨーコのことは、まあ、僕が、一番最初知るのはやっぱり「Let It Be」っていう映画が、まあ、最近あの「Get Back」でね、うん、あの、という映画で、映画というか、ディズニープラスで8時間でもう一回やって、うん、まあ、非常に素晴らしいものができたけども、うん、それの、70年に、公開された映画というのは、まあ、当時 そのたくさん回したフィルムの中でどっちかというとゴシップをあの集めたみたいな感じのこと で初めて そのビートルズの映画見に行って、まあ、いろんなその、映画あったけどもドキュメンタリーみたいなの見た時にこんなに険悪なんだっていうところに登場する日本人の魔女みたいな女性みたいなことで最初に見るわけじゃないですか。それが小学校6年生ぐらいの時ね。そういうやから陽子さえいなかったらこのビートルズがこんなになってなかったんだみたいなことでイメージ入るんですけど、うん、でもそのあとやっぱりアートのこととかあのだんだん興味持ち出して、で陽子のやったことっていうのが後々、まあ、ビートルズジョンのこと先やけども入ってった時にやっぱりその、まあ、彼女がどれだけいろんなアートに影響を受けてもしかしたらあのトレースしてる部分もあるかもしれへんけども、まあ、すごいなんかその表現がシンプルイズストロングでめちゃめちゃ僕にとってはおもろい姉ちゃんやな、おもろい女性やなってすごくなったんです、その後。でそれって僕その、自分がアート好きでアートのことを応援しようと思う中でやっぱりそのみんなまあ、こう芸術家を前にして今更そんな話するのもなんか口はばったくて嫌やねんけども、なんかこう一般の人たちはまあアートって難しいもんやから別にそこまで理解せんでもみんな見に行くんやったらみんな見に行ってえいいえはえいいえって言うてたらいいんでしょみたいな。であの日本は展覧会に一番足運ぶ人種やと言われてるけども、そういう団体の人とか見に行ってなんか見えへんとこ見て帰ってくるみたいな、まあそんな流れのところで、でもアートはこういう見方したらめちゃめちゃ面白いねんでって俺はそういうことをなんかヒントを言えるんじゃないかなと思ってやったあのプロジェクト、アーホープロジェクトってやつ、はいはいはい、でアーホーはまあ大阪人やからアートのことを突っ込んで笑いにすると、突っ込む時にはそのアートのやっぱり大事なところを、ポイントを当てるから、うん、笑いながらもおーってと興味持つっていう、まあ、うん、ある程度理解しないとできないですもんね。そうですそうです、うん、理解してそれやる方も見る方もそうそう、それ突っ込みで理解させると、うん、一般の人に、うん、まあ言うたらその翻訳をそれでやるっていう、うんうん、まあ、それってねもともとねやっぱりダウンタウンを出てきた時に松本人志が言うことってシュールすぎてパッと分からへんのを浜田雅俊が突っ込んで分かりやすく瞬間的に翻訳するということでやっぱり笑いになるっていうことと一緒で、僕はそのアートに対してそういうふうに自分で解釈してできるなと思ったんで、現代アートをここをこう見てみろと、こういうふうなキーワードで見てみたら笑えるやろって言って、悪いけども笑いから入っていくみたいな
ことをやったんですよ、うん、でそれをその番組何本かやってんけども、それのやっぱりあのアーホっていうそのジャンルがアートの中であるとしたら、うん、僕もダリもマグリットもアーホやと思うし、うんうん、一番アーホなアーティスト誰やかなと思ったらやっぱヨーコだと思ったんですよ。へー、うん、ヨーコのカットンピースとかね、自分がね座っててみんな一個ずつちょっと切っていってくれっていうのは、うん、もうめちゃめちゃおもろいじゃないですか、うん、やっぱりバギズムとかずっと袋の中入ってなんか、うんうん、まあベッドインもそうやけど、うん、あの当時はビートルズ好き何やってんねんわけのわからんことジョンを巻き込みをやってて、もう子供の頃思ったけども、うん、いやいや一番面白いことをこの姉ちゃんやってるやんけって、ツッコミどころ満載ってこと、満載満載、うんうん、突っ込んだら、うん、バーッと笑えるみたいな、うんうん、そうなんですよね。だからアーホの原点はヨーコで、僕がアーホのことを やろうと思ったのは多分ヨーコのことがなんか子供の頃になんか引っかかってたからかなというのをもう一瞬まと思うぐらいの感じですよね。そうですね、小学校6年生の体験がアーホになってるってことですよね、うん、だと思います。へ、うん、大阪で育った子供がね、その、その当時時を同じくしてアートの洗礼を浴びたのが太陽の塔だったんですよ。あ、うん、太陽の塔が大阪万博でドンと立った時小学校5年生やったけども、その時にもう好きすぎて、もうほんまに万博好きすぎて太陽の塔好きすぎてもうやばいみたいな感じになって、まあそれでバンとなんかこう持ってたもんがなんか開いた。それと同時にビートルズの存在も分かっ印っていうのは、うん、僕にとってやっぱり1970年って本当にターニングポイントだなと思って、そこからちゃんとなんか自分が子供の時に違和感を持ちながら大人に言うてることなんかそうかなって、でもなんかこう嫌やなって思いながら、でもクラスでは人気者になりたいから人と違うことしたらあやっぱり人気者なんでみたいな、そこのことをわーってなってた感じのことを1970年にビートルズのジョン・レノンもそんな子供やったってことを知るのと、あの万博で太陽とバーン出てくるのと、なんかその辺のことでなんか自分が、まあ、その直前に柘植義治のネジ式とか見て、ああなんじゃこれみたいな、夢で見るようなわけのわからんものが美術化されてるみたいなことがあったりとかそんなことを経験しながら、まあ、アートなのか漫画なのか笑いなのか音楽なのか、まあ、それが一緒くらいに感じてる全部ね。うん、で笑いっていうことのやっぱり学校で笑わせることが一番大阪ではステータスモテるっていうことにつながるから、その意識でやってたら、まあ、いろんなことが全部そんな感じでなってるっていう感じですね、うん、確かに70年代とかそれぐらいの時ってその、うん、クリエーションが一つの束で、うんうんうん、そこからこうまあ音楽やってる人もいるし、はいはいはい、みたいな感じなんですよね。そうですね。だって、うん、それこそブライアン・フェリーとかって美大卒とかですもんね、うん、はいはいはい、そう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 、でなんかセックス・ピストルズとかもセント・マーティンで初のライブやってるとか、うん、その 美大じゃないですか、うん、はいはい、ジョンさえも美術学校行ってたからね。あ、そう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 、だから美大結構多いんですよ、ね、うん、美大っていうか、まあ、要するに音大だから音楽じゃないんですよね、多分クリエイティブなところにいて、そこだ、例えば元はピンク・フロイドとか、うん、あ、何でしたっけ、あのアルバムカバーやってるチームとか有名じゃないですか、うんうん、はいはい、レッド・ゼップにも同じチームだし、うんうんうん、だからなんかこう一緒なんですよ。あ、シプノスだ、うん、ヒプノスヒプノスとかがね、まあ、一緒に作るもんね、うん、コンセプトね。そうだから、うん、あのダークサイドムーンとかも、うん、なんかこうなんていうかな、もう、うん、ビジュアルなんだけど多分バンドメンバーみたいな、はいはい、多分位置にいるっていうか、はいはいはい、もっと近いんでしょうね。そうね、だからこういうアルバム作ったから、うん、なんかアルバムジャケット作ってようじゃないんだと思うんですよ、うん、そうそう、ヒプノシスはすごくやっぱりあのピンクフルードに貢献してるし、はあ、ビートルズで言うたらリボルバーのねアルバムを出すときに、うん、あのジャケットどうすんねんって言うて、それまでやっぱり本人たちの写真を使ってたわけですよ、はいはいはい、うん、それはやっぱジョンがやっぱりそのハンブルグ時代に知り合ったアーティストで、うん、クラス・フォアマンっていうやつがいると、うん、そいつの映画好きやから、うん、でもう何も決まってないの、そいつと急に出会えて、お久しぶりクラス、お前ビートルズのジャケット描くんだよって、何言ってんの、いや決めたからと思ってみんなそれでやって、あの手書きのあのイラストができるわけですよ。へ、うん、だからそういう風にやっぱりジャケットと、それまでは全部写真なんですか。写真で、写真であのロバート・フリーマンっていうまあまあそのアート系に強い写真家が撮っててんけど、
そうそうそう、それをやっぱ友達の絵描きにやらせるみたいな、うん、だからやっぱコンセプトをしっかりしたいと、自分のアルバムのやっぱりイメージをっていうところであいつに描かせるって言ってやったのが、まあまあ1966年やからダッピングロードがやる前にもやっぱそんなことをやったりしてるんだね、そう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 、やっぱりピンクフロイドはすごいですよ、ジャケットあのなんか、うん、あの本当に豚飛ばしちゃってるとか、そうやね、そう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 、だからやっぱりそうそう、まあ、アートと音楽はもう切っても切り離せないというか、それ一緒やっていうことがやっぱりあの頃、まあ、リボルバーってサージャンペッパーの前ですか？そうそう、リボルバーがあってサージャンとペッパー、でそれでサージャンペッパーは合体してるんですよね、だからペインティングと写真と、そう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 、うん、だから、あの本当にもうアートと音楽とっていうか、うんうん、コンセプトアルバムっていうのが現れたのがあの瞬間で、はい、それはやっぱりその、日本人ってものを大切にするから、うん、ジャケットとかさ、うん、レコードの帯とかさ知り合うんだけどもうアメリカ人とか特にも、もう、もうすぐ捨てたりとかするような、うんうん、名前とかバンバン書いてあるんですか？トミーとか書いてあるんですか？ジャケット大事やねんと、でその歌詞カードとかも入ってないような国やから、はい、入ってないです、うん、歌詞もちゃんと大事やと、ジャケットも大事やっていうのをちゃんと示したいから、ビートルズ・サージェント・ペーパーズでジャケットの裏に歌詞を全部印刷したとかしてんねんね、あれね、あジャケット自体に歌詞を全部印刷してるとかね、知ってたかな、僕持ってる、知ってんですよ、うん、そう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 、まあ開きやけど、はいはい、中にですよね、いやいや、じゃあ後ろ、裏、後ろ、裏裏に全部書いてる、だそんなことをするぐらいやっぱその、総合芸術なんだよ、大事なんだよと、アートも歌詞も当然サウンドもっていうことをやるためにあそこまで究極のものを出したんですよ、リボルバーの次にそれを出したって、ダブルアルバムじゃないのに見開きですもんね、そうそうそう、そんなそんなすごくコンセプチュアルであれね、面白いよね、だからプリンスとかそこら辺受け継いでますよね、めちゃめちゃ受け継いでるし、やっぱりその、うん、発明がなされた普遍的な発明を、まあ、ビートルズはいっぱいいろんなところを起こしてて、うん、これはまあその普遍だからパクリとかじゃ言うんじゃなくて、これ使ってもいい、なんか、本当法則だと、うん、法則をいただいたみたいな感じみんなあるよね、あもうアイデアじゃないんですね、アイデアじゃない、もうあのそうそうそう、発明っていうか発明だから発明はみんな使っていいんでしょっていう、そう、それまではだからそのヒット曲出すためにシングルで儲けるっていうのが当たり前だけども、いやいやアルバムでちゃんとアルバムにしか入ってない曲でヒット曲入ってないのでやるとかっていうのもビートルズが始めたことやし、あと発明やんか、曲の間にあの何ていうかね、ストップがないのも、ね、溝がないね、そのまんまビートルズそのままずっといっちゃう、そう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 、プリンスとかやってますもんね、そうそうそう、そういうことをもう本当にいち早くやってくれて、いろんな常識を壊してくれて、しかもその常識を壊すタイミングで彼ら売れてたから、うん、もう誰も文句言われへんね無茶したって売れるもんみたいな、だからそれ NG って誰も言えなかったし、でサウンドで言うとプロデューサーのジョージ・マーティンっていう人間がやっぱり懐の深い年上のおっちゃんがやれやれって言うて、だけどあんなにザ・イギリス紳士なのにあんなにこう、うん、なんていう不良たちを、うん、なんかこうプロデュースして、はいはい、なおさらその彼らの意見を受け入れつつ、うんうん、洗練させるじゃないですか、そうそうそう、すごいですよね、もうすごい存在ですよ、だから本当にねジョージ・マーティンが本当にすごくてね、うん、僕はだからジャルジャルにおけるジョージ・マーティンみたいな感じで今やってるんですよ、うん、その前はちょっとダウンタウンにおけるジョージ・マーティンみたいなことやってましたけども今の方がもっとジョージ・マーティン的な役割になってるから、うん、年齢の差もちょうどよくて、そうなんですよね、本当すごいですよ彼は、実はピアノとかも弾いてるんですよね、弾いてますよ、だってもう本当クラシックの譜面も全部書けるのがすごい人ですから、あのプレイヤーとか、だってもともとクラシックのなんかスコアとかも全部書けるじゃないですか、そうそうそう、ほんであの人がいいのは、うん、結局東芝 EMI の東芝にはいるEMI の、まあ、レコードレーベルの中ですごくその社用とか窓際におったような、真ん中にいてなかったよ、その時にヒット曲とか全然あの扱わせてもらってなくて、コメディ音楽のサントラみたいな、うん、そんな部署にいてて、うん、コメディをやってて、うん、ピーター・セラーズの劇版とか、そんなことをピンクパンサー、うん、そんなピンクパンサーの前やから、ね、もっとね、もっと前やから、うん、あのイギリスでピーター・セラーズが出てきてね、うん、芝居とかやってるみたいな、その時の、音楽をやってたから、すごくなんかこう端っこにいてたプロデューサーなのね、うんうんうん、で そこにあのブライアン・エプスタインがいろんなところで断られて断られて断られて、うん、しゃあないからって EMI 行った時にたまたま行ってたジョージ・マーティンが見て、あの
まあ面白いかもしれないからちょっと一回やってみるって言ってくれたのがジョージ・マーティンで、でもだから彼は笑いのコツとか分かってるわけですよこの話出てくる、この音鳴らした方が面白くなるとかっていうキャッチーな洗練をできてるんだよね。イエロー・サンマリンとかはもうそうだからで笑いのために笑わすためのサウンドを作るためにはやっぱり実験がいるわけですよ。いろんな音を面白い音にせなあかんかったりとか、まあとか大事やったりするから、うん、それをもう確実に分かってる人間がビートルズと出会った時、ビートルズのもう笑い大好きな少年たちやから、うん、ピーター・セラーズのあれやったらアレンジャーなんて大好きってこっち来るわけよ有名なアレンジャー関係なくすっごい仲良くなってあれやってよあれやってよみたいな感じで、だから実験的なことに、じゃあ音楽業界のジョン・クリーズみたいな、そう実験的なことを全然受け入れて、もっとこうやったらおもろいよとか、うん、逆にこんなとこあの厳粛な弦楽手術を入れた方がおもろいねとか、そんなことをどんどん提案してくるね。ジョン・クリーズもジョージ・マーティン、まさかこの人たちがお笑い好きだと思わないですもんね、見た目。そうなんだよね、うん、ジョージ・マーティンってそういう人なんですか。初めて知った。なんかもうザ・イギリス紳士みたいな感じじゃないですか。見た目もそうやし、やねんけども、やっぱりその教養も高いじゃないですか。教養高いけども、やっぱり高くてやっぱり面白いものにはあの懐がすごい深い、ね、面白いものに興味あるっていう、うんうん、だからなんか新しいことないかなって思えてたような人物だったと思うんでね、うん、